ヘンリー・ラッセルはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1928年に開催されたアムステルダムオリンピックの男子400メートルリレーで金メダルを獲得した。コーネル大学在学中に IC4A 種最競技会で1926年に100ヤード走で優勝し、1925年と1926年には220ヤード走で連覇している。 最上級生となった年には、同大学のスフィンクスヘッド協会の会員に選出されている。アムステルダムオリンピックでは、100メートル競争と400メートルリレーの2種目に出場した。100メートル走では準決勝で10秒8の記録を出して4位に終わり、決勝には進出できなかった。400メートルリレー走のアメリカ合衆国代表チームは、 1> 第1走者フランク・ワイ・コフ、第2走者ジェームズ・クイーン、第3走者チャールズ・ボラー、アンカーのラッセルというメンバーで構成されていた。予選では41秒の記録で3組の1位となって決勝に進出した。翌日の決勝ではアンカーとして素晴らしい走りを見せ、2位のドイツ代表チームに0.2秒差をつけ、世界大記録となる41秒0を記録して、 金メダルの栄冠を勝ち取ることになった。1986年にペンシルベニア州ウェストチェスターにおいて81歳で死去した。91.44メートル、201.168メートル。アスレチックスアットザ1928アムステルダム、サマーゲームズ、メンズ100メーターズセミファイナルズハットワイコフは、1932年。 ロサンゼルスオリンピックと1936年ベルリンオリンピックでも400メートルリレーで金メダルを獲得している。アスレチックスアットザ1928アムステルダムサマーゲームズメンズ4 0 0ズリレー。ありがとうございます。